はい、こんにちは、みちみちです。本日もよろしくお願いします。本日はですね、赤ちゃんが生まれて8日目、8日目ですね。それでですね、この母親のプリンちゃんにね、ちょっとこれをあげてみたいと思います。はい、これ小動物のベジフルゼリーってやつですね。野菜フルーツ味、野菜とフルーツ入りのゼリーで水分補給&健康維持ですね。瞳と関節、お腹、毛づや、健康維持って書いてありますね。これはあれですね、正月のハムスターの福袋に入ってたやつをちょっと与えたいと思います。はい、これね、お皿に入れたんですけどね、これを早速与えてみたいと思います。はい、食べに来てくれましたね、プリンちゃん。水分補給ですね、水分補給。オリゴ糖とかね、コラーゲン、11種類のビタミン配合って書いてありますね、これ。もしかしたらこれ赤ちゃんたちにもね、いいのかもしれませんね、もしかしたら。ちょっとだけかじってね、やめちゃいましたね、これ。ではちょっと赤ちゃんを見てみましょう。はい、8日目の赤ちゃんですね、8日目。だいぶ色がはっきりしてきましたね、色が。ノーマルカラー2匹と白が4匹なのかな、これね。すごいな。毛もね、毛もうっすらなんか生えてきたような気がしますね、これ。プリンちゃん帰ってきちゃいましたけどね。目は開いてませんね、まだね、目は。すごい成長が早いですね。一生懸命赤ちゃんがね、お腹に入っておっぱいを吸おうとしてますね、これ。今ですね、ハムグラをちょっとポロポロポロって落としたんですけど、なんか食べてますね、やっぱり。なんか、かじってますね、かじってる。ちょっと落としてみましょうか。今落としましたね、ちょっとね。この子なんか食べてますね。食べてるよな。あ、
あくびしました。あくび。はい、といったわけで赤ちゃんの8日目でしたね。8日目、ちょっとゼリーを与えてみましたということで、本日の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画もよろしくお願いいたします。それではさよなら、さよなら、さよなら。